明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。それでは今年一発目のタワー完全攻略やっていきたいと思います。今シーズンは28回で、難易度的にはちょっと難しいところがあるっていう感じですね。で基本的に、敵はまとめて出てきてくれるのでそこまで時間はかからないと思います。うん、うまくいけば26分27分、そこら辺でクリアは可能ですね。でも、26回が難しいのでそこだけ注意が必要です。とにかく26回が難しいですね。うん、あそこはちょっと注意しとかないと痛い目を見ると思います。1回クリアです。報酬で虚無の矢筒持っていきましょう。まあ、そこまで使わないと思うんですけども、まあ、一応矢をね温存しておくために入れておくといいと思います。で意外とこのね虚無の煙っていうのが周りにかなり伝染してくれるのでいい感じにダメージを稼ぐことはできますね。 OK ナイス。まあ、今シーズンは本当に敵がねまとめて出てきてくれるのですごくやりやすいと思います。パワーシェイカーです。いくぞ。でここも、先ほどと同じく敵がある程度、重なって出てきてくるので囲まれないようにね、戦っていきましょう。まあ大丈夫とは思います。よし OK。 でこの虚無化させてね叩くと結構ダメージ稼げるんで、まあ、うまいこと使っていきましょう。で、階層を挟むときには必ず0にしてから進むようにしてください。虚無の矢筒を0にして進むようにするといいですね。では行きましょう。長弾とボーナスショットを入れてます。でここもね、エンチャンター出てきて鬱陶しいんだけども、よし、この虚無がね本当にいい感じに入るのでこれでダメージを稼いでみてください。じゃあであと下が何体かいておしまいですね。で73本だからまあまあそれなりに矢を使っていっても大丈夫とは思います。 OK。 おいおい変な動きするな。はい、おしまい。あと1体いた。はい、4回クリアで、ここは何もいりません。で、ちょっとね、防具を先延ばしにするので、ちょっと今回は、攻略としては難しいかもしれない。うん、まあまあ、極力難しくないような説明はしていこうとは思うんですけども、ちょっとね、やっぱ耐久力が足りなくなりがちなので、よし、注意して戦ってみてください。ああ倒した。オッケー。ああ危な。次に行きまーす。で虚無剣ですね。これが前半では一番火力があると思います。火属性と働き鉢ですね、入れてください。でここも、同じく敵がかなりまとめて出てきます。特にレイスには注意してくださいね。こいつからダメージ受けてしまうとだいぶ痛いです。 OK。 やっぱねこの虚無とね
相性がいい。虚無と OK。 危なっ危ね。前のステージでねポーション使ったので結構危なくなりましたけども、まあまあ大丈夫です。虚無と火属性とかね、毒の雲とかは相性がいいんでいいっすよね。でここは何もいりません。で商人ですね、普通だったら防具を上げるんですけども防具上げません。結構注意して戦っていけばこの初期防具で、9回ぐらいまでいけるので、パワーシェイカーを上げて火力重視でいきます。火力重視の方がね、攻略スピードは速いです。でここもね、初期防具じゃ結構きついんですけども、ある程度距離を取って弓で戦ってみてください。 OK。 バーストクロスボウだったら全然倒せると思います。 OK。 で近寄ってきたやつはパワーシェイカーで倒していけば OK ですね。パワーアップしてるので一発で大体倒せます。はい。でここで、愛のメダルね、ここでしか入手できないんですけども、速度重視のためアップドラフトの方を使います。アップドラフトの方が、再使用時間も短いですし、ターゲットも、最大8かな、結構ターゲットにできるので、高速で行きたい人は、こっちだと思います。 OK。 いいぞ。はい。であと下の方かな。オッケー。はい、9回クリア。まあダメージ受けなければね全然大丈夫と思うので、まあチャレンジしてみてください。でここでようやく防具を変えます。ヌストですね。ヌストの方にポーションバリアがついてますので、ポーションバリアをフルマックス入れてください。でプレステ版は左側から倒します。スイッチは多分右側になるかな。いくぞ。 OK。 はい。まずこいつさえ倒してしまえばなんとでもなるので、しゃ。 できればブラインドが溶けて戦っていきましょう。 OK。 ブラインドがね入ったまんまじゃちょっときついので、ブラインドをしっかりと解いて戦っていってください。終わり。ポーションバリアがあるんで全然余裕だと思います。でここで武器を変えます。サイスですね。サイスの方が、攻撃力も上がりますし使いやすいと思います。で鋭利と追い打ち、もしくはガードストライク、まあ、好きな方を入れてください。いきましょう。でここも特に問題はないと思います。遠くから弓を打ちながら、まあ、たまにアップドラフトも打つ、そういう感じ。危ない。ああ思いっきり食らってる思いっきり食らってる。 OK。 まあ、風使いいるんでここだけはちょっと強いですね。危ねえ。 OK。 ポーションバリア打ったら飛んでいって OK です。イエーイ。終わりかな。はい。まあ基本弓があればそう接近されずに倒せるんで安全です。でヌスットはねポーションバリアついてるんですけども、軽減がないのでダメージはそこそこ受けます。注意してください。でハープーンに変えていきましょう。火力も上がりますし、ハープーンは結構使いやすいです。で火属性とボーナスショット、これだけで、まあ、とりあえず OK だと思います。でここも結構敵が出てくるので基本的にね、近づかない方がいいと思います。近づかずに、アップドラフトと弓で戦う感じですね。
で最後の最後はね結構出るんですよ。わってきた時に、パワーシェイカーがあればだいぶ楽ですね。へい、おいい感じに矢がいっぱい出てきてくれた。12回クリア、いいんじゃないですか。でドラ取ります。ドラはもうここでしか入手できないので、虚無の矢筒と変えてください。でここ、結構クリーパー出ます。なので遠くから、弓を撃って戦いましょう。ノックバックするんでね、かなり戦いやすいと思います。よし、しゃでこっちに一匹出るんだよな。はい、であとは上の方ですね。基本弓で戦っていくといいと思います。よっしゃあ、やっぱこのボーナスショットとのね相性がいいんですよね。嫌な場所におるな。 OK、ボーナスショットでダメージ入れて、さらに火属性で徐々に減っていくんでいいんですよね。で何もいりません。もうヌスッとのまんま行きましょう。でここも、基本的に遠くから戦ってあげるといいですね。でブワッとね、一気に出てきて囲まれちゃうなーっていう時には、よし、パワーシェイカーで抜けちゃいましょう。まあそのための最初にね、攻撃力を上げたっていうのがありますので、へい、まだ出たのか。結構出るんですよね今回、多いのよ。よし、終わりかな。いやまだいた、あと1体そこか。はい、14回クリア。次で武器をここで変えましょう。ソーブレードですね。パワーシェイカーとの相性がいいので、でさらに吸血がついてます。吸血を入れてください。で残りはクリティカルでいいと思います。吸血は1で十分ですね。5% 吸収できればまあまあ全然 OK だと思うので、でここも特に問題はないはずです。普通に行けばまあまあやられることはないと思います。しゃ、通常はそんなにねこのハーフン使わないんですけど、タワーのハーフン強いですよね。すごく使える。この火属性の相性だよね。一気に削れるんで気持ちがいい。で15回クリア。ここは何もいりません。いきましょう。耐久力がないっていうのはしっかり覚えてね、言ってください。ああ思いっきり食らった。食らわないようにしてください。 OK、 ある程度、敵を減らしてから、真ん中に行った方がいいですね。耐久力がないのでいきなり真ん中に行くとちょっと辛いです。まあポーションバリア使えばねいけるんですけど、それもなかなか厳しいんで。OK、 どこだ。 OK、 もったいねえ。よし、いないよね。もういない。あー、いたいた。意外と後から出てくるよね。でもういないでしょう。でここのマグマキューブが痛いのよ。なので、うわ、危ねえ。マグマキューブだけはちょっと注意して戦ってください。あいつの攻撃マジで痛いんで、半分ぐらい持っていかれます。で、16回クリア。で、アップドラフトを新しくしていってください。で、ここもね、注意が必要です。
特にね、ここ見えなくなる場所があるんで、そこでクリーパー食らっちゃうとやられるんですよ。うん、なのでそこは注意して、戦っていってください。 OK。 あぶねあぶねあぶね、クリーパー隠れてた。 OK、 いくぞ。ポーションバリアダッシュで倒しちゃいます。あとは上にこいつがいておしまい。あ、まだいた、まだかい。下の方にいるな。どこ？あー、いたいた。はい、17回終了。次に行きまーす。で、ここで、防具をね、スケールに変えていきます。防具をスケールですね。んでもって、まず、エンチャントでね、クールダウン入れてください。OK だ。で、ここで武器を変えます。で、金細工にするんだけども、エンチャントは吸血1と、クリティカル3。これが入ってれば OK です。はい、何がついた？火属性、おお、いいんじゃない？うん。黄金にしてね、エンチャントを入れると、かなりもったいないので、先に入れときましょう。で、ここも、先ほどと同じく左側から倒します。スイッチは逆かもしれません。いけ。はい、OK。ラストさえ倒してしまえば、あとは、雑魚ですね。あ、落とした。ナイス。はい、19回終了。ここは何もいりません。怒りとか使うのであれば、キノコ使ってもいいと思うんですけども、これは今回怒りは使いません。うん、重い武器はちょっと使わないですね。で、何かの拍子にね、この下に抜けちゃうことがあるので、まあまあまあ、抜けないようにしていってください。うん、落下ダメージ結構エグいんでね。ね、よし、オッケー。なんかうまいこと寄ってきてくれないな。オッケー。いないね、もう。いないね、これ、打ち漏らすと結構めんどくさくなるので、打ち漏らさないように。結構手前のところから、アップドラフト使ってあげればある程度殲滅できます。あれ、いた、一番下にいた。多分なんかアップドラフトかなんかでぶっ飛ばした時に、うーん、下に飛んじゃったんだろうな。はい、いやー、こうなるとめんどくさいんですよ。で、20回クリアです。で、ここでコグクロスボウに変えていきましょう。エンチャントは虚無、テンポセフとマルチショット、11、あ、うん、マルチショットはちょっと多めがいいですかね。虚無とテンポセフとは、1でいいと思います。いきましょう。ここもね、結構一気に敵出てくるのでちょっと注意は必要です。で、クリーパー多いんでね。オッケー。で、上にも、クリーパーとエンチャンターとかがいるので注意してください。オッケー。はい、あぶねえ、怖かった。エンチャンターが固まってる。はい、21回終了ですね。で、ここ何もいりません。うん、壊れたソーブレードも変えてもいいと思うんですけども、どうせ次でね、武器変えるので、このまま進んでいきます。で、ここ、この狭い中でね、結構めんどくさいやつと戦わなきゃいけないので、ちょっと注意は必要です。まあ、アップドラフトとかがあれば、問題はそんなに
ないかな。オッケーオッケー、いけ。ほんとアップドラフトがかなりね役に立ってくれるのでいい感じです。危ない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 、危ねえ。はい、22回終了で、ここで両のですね変えてください。んでユニーク、ここは、ボブです。スケールをハイランドに変えていってください。やっぱクールダウンがあるのがねすごくいい、ものすごくいいです。んで忘れずに両刃斧にエンチャント入れてください、衝撃波とリフレッシュでいいですね。倒し終わる前には正解を見つけたい。あれ？あったあった、どこだろうな。ちょっと待って、ここで違う、いやこれ倒し終わっちゃう先にここか、うん、違う、こうだな、ならでこう、もうここめんどくさい本当に、はい、もうほんとこめんどくさい。んで上が意外といるんだよな、ここ。よっしゃ、終わり。24回クリアでーす。んでまた武器を変えちゃいましょう。カトラスです。このカトラスが重要なので、このカトラスだけは絶対取るようにしてください。この虚無です、虚無さん、これが、絶対必要になるので取ってください。でできれば最終的には旋風衝撃波虚無にしたい、でもまあ旋風入れるのはちょっと難しいかもしれないんで、危ない、衝撃波だけは絶対ね、カトラスとの相性はこれめちゃくちゃいいので衝撃波は入れましょう。やっぱカトラスはね強い、特にこのタワーでは、タワーのカトラスは本当に強い。はいはいはい。でこの25回の次26回、そこが難しい、一番難しいです、あそこは舐めてかかると本当にやられてしまうので注意しましょうね。 OK、 いくぞ。25回終了。ここからが本当に難しい。でエンチャントで入ってるね、旋風ですね、まあ爆発でもいいと思います。よし、ここ本当に注意しましょう。あ、やばっ、よし、なんとかね、この、え、おお、びっくりした、おお、ちょっと待て待て、落ちたかと思った、危ねえ、怖っ、危ねえ、危ねえ、はは、危な、よし、とにかく、エンチャンター倒してしまえば、なんとでもなるんで、あいつをまず倒してください。オッケー、あぶねー、固まったりすると本当にやばいと思うよね。もうここさえ抜けてしまえばもうあとは余裕です。でアップドラフトを新しくしていってください。はい、であとはもうねここクリアするだけです。
特に問題はありません。OK。このアップドラフトと、武器の虚無、虚無さん、これがね、ボスを倒すときにものすごく重要になるので。よし。OK。いいね。終わり？あ、まだ。はい、で27回おしまい。いきましょう。何もいりません。で旋風ですね。はい、重要なのはここの虚無さんですね。虚無さんとドラを入れて、アップドラフトという感じで戦っていきます。ちょっと待って入ってなかったんかい。ミニゴーレム、よし。まあ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 、ワンパンでいけない、いけません。ワンパンじゃいけない、行ったことはない、いけるかもしれないけど、まあ、極力、最大倍率を狙ってみます。 OK。 危ないよ危ないよ。どうなるか、まで削りましょう。ギリギリまでいいかな。あー、まあワンパン無理なのよね、多分多分無理。 OK。 でもできるだけならね、なんか狙いたいよね、ワンパンっていうのを。でもまあ次で倒せます。倒しちゃいましょう。はいはい、普通に叩いておしまいですね。虚無ドラアップドラフト、はい。最大倍率出すのなかなか難しい。はい、ということで報酬を見て終わります。いまいちだな、全部良くない。はい、ということで今年もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。